안녕하세요カオル입니다はい、ということで今回はヨスの動画になります。ご飯が美味しいと言われてるヨス、ジョンラランドに位置するヨスに来ております。でね、私がまあいろいろね、今までいろんな地方にもね、旅行とか行ったりとかしてるんですけれども、私が地方に行くたびにしてることといえば市場食べ歩きです。と今回もこのヨスでね、市場を見つけましたので食べ歩きしていきたいと思います。ヨスエクスポ駅に降りるんですけれども、そこからね、1番出口から出て2番のバスに乗るとソシジャン停留所っていう市場の目の前で降りるバスがありますので、そちらに乗っていただければ、まあ、大体駅から20分ぐらいで着くと思います。ネットで調べたらね、割とそのヨスだけで売ってるこう有名なパンみたいなものとかもあるみたいなので、ちょっとね期待していきたいと思います。それではヨスの市場の食べ歩き向かっていきたいと思います。ゴー。はい、じゃあ2番バスからこっちからバーって来て、ここで降りたらバスと同じ方向にまっすぐ行きます。はい、じゃあここが、はい、じゃあヨスソントンサあソーシーザ入っていきたいと思います。まあちょっと時間が早いからやってるかはちょっと心配だな。お店まだちょっとやってないね。でここら辺は座って食べれるようなところ、トッパンドゥークとかティギムウドユッケジャンとか、ここもザージャンミャントッコクイチャンポン、あなんか結構すごいしっかりしてるな。見て、季節メニューで生牡蠣とか牡蠣チヂミとか、え、牡蠣チヂミ500円なんだけど、オムコロッケ、美味しそうなんだけど、おでんコロッケだって。イカ、芋、チャッチェ、エビ、チャッチェ、チーズ、あ、ここだ、これ有名なところ、ヨスクーパン。감사합니다와이거이런것도있다こんなのもある。핫도그도あるし。はい、じゃあさっき買ったクーパン食べてみたいと思います。なんかちょっと硬いっぽかったんだよね。じゃあまずこれがコンガーリュクーパン、なんかナッツ系のクーパン食べたいと思います。はい、大きさはこんくらいで、これが2個で1000ウォンだった。2個で1000ウォン。それではいただきます。これがね、なんかヨスのなんか名物っていうからしいです。うん、うん、わかった。このパン部分はあの沖縄のサータンダギーっていうのの揚げパンみ、揚げなんて言ったらいいのあれ、まあ、食べたことある人分かると思うんですけど、そのサータンダギーの生地にめっちゃ似てる。でサータンダギーの生地になんか周りにクルパンって名前だから、多分蜂蜜をねこう塗ってちょっと硬くなってるんですけど、でその上にパン粉と、ね、そのナッツ系がこういう感じで、ね、振りかけられてたりと か, なんかつけられてる感じ。なんかこのパンはもう本当にサータンダギーと一緒で、中に小豆が入ってるんですけど、この小豆はねお店でなんかこうちゃんと作ってる、潰したりとかして作ってる小豆だそうです。うん、なんか私個人的にはめちゃめちゃ美味しいし好きなんだけど、あの歯にめちゃめちゃくっつくから詰め物してる人は注意って感じ。じゃあ次の食べます。じゃん。はい、じゃあこれがケッピークルパンって言って、なんかすごい真っ黒に見えるんだけど、ケッピが、なんだシナモンクルパンでございます。見てこのねっとり感。まあ、とりあえず、はい、食べてみたいと思います。でこれが3個で1000ウォンか、3個で100円です。じゃあ食べる。硬そう、なんかどいつもこいつも歯にくっつきそうなんですけれども、ではいただきます。
味はめちゃめちゃ美味しいんだけど、歯が蜂蜜でコーティングされていく感じ。サータンダギーとカリン糖をなんか合体させた感じって言ったりとかな、まあ、カリン糖は黒糖だけど、これは蜂蜜だけど、なんか雰囲気的にはそんな感じ。一番食べ歩きするときに持ってきた方がいいのはウェットティッシュと、あと飲み物と、ローカル市場の食べ歩きプロが言っております。チェック。ちょっと残念なことにね、こういう感じで私が食べようと思ってたお店たちがまだやってないので、全然ちょっと日を改めてというか時間を改めてもう一回来たいと思います。はい、ということで再チャレンジしにやってまいりました。今夜の6時半でございます。もうこの時間じゃさすがにやってるっしょ。ここがまあ一応夜8時までということで、まあ、ヤシジャンとはいかないんですけど、まあまでやってるということで、ちょっと行ってみたいと思います。え、ちょっと待って、やってないんだけど、どういうこと。저기여쭤보고싶은건데저여기는이제안하는거예요끝났어요끝났어요아오늘이야명절이라는거빨리끝냈어요오전한10시9시반이쪽에서시작해요하고몇시까지예요저녁8시반8시아보통예근데오늘만빨리끝난거예요아이네아예사감사합니다내일은하나요그러면예감사합니다はい、ということで、2日目の、今3時過ぎでございます。もう本当に3度目の正直ですよ。ということで、じゃあちょっと市場の方見ていきたいと思います。やってるー、やってたー。じゃん、5番のこちら、チヂミ屋さんです。さっき、혹시지금은식사안되나요네지금언제부터되나요아오늘안될것같아요이집을청소한다고자こちら7番のおもくです。おでん屋さん、あの人がいないんですよねえ、ハートおもくだって。ハート辛い春雨かまぼこ、ハートなのに辛いんか。めんおじんごおもく、辛いイカボーかまぼこ。あ、おもくてかまぼこって訳すのか。これで何ですよね。감사합니다이거는매운소스에매운거예요아이거요네짠이따가치맛아또라지치즈가라먹고먹고뭐가네감사합니다짠오지상은이나쿠났다감사합니다네오뎅수프なんかチーズが入ってるおでんってめっちゃ新鮮なんだけど、おでんだけど揚げてあるから、なんか本当にコロッケと、名前通りなんだけどコロッケとなんかかまぼことチーズって感じ。うん、じゃん。はい、じゃあこれがおじんごおもきです。おじんごおもき、お店のご主人さんは、あの知り合いのお客さんが来たっぽくて、一緒に隣に座っておりますあ、一緒におでん食べてるわこのイカオのおでんはなんかよくわからんということで、ハートのおでん食べるえ、チーズのやつが一番いいわ。おでん屋さんのすぐ横にトイレがあるから、結構食べ歩きでトイレ情報気になる子いると思うんですけど、おでん屋さんを見つければあの隣にねトイレがありますみんな知り合いなんか分からんけどもうみんなにおでんあげてんだけど、どういうこっちゃ。지금혹시정되나요네오징어정하나주세요아니요여기요ということで、今回は300円おじんごチヂミでございます。300円、あの海鮮チヂミが500円でかなり有名なんですけど、それよりも安いおじんご丼ということで食べてみたいと思います。プロだプロ、
なんかスッスッて。もうやらないかな。うわ。うまみだ。うわー。え、300円クオリティなのって感じなんだけど。ちょっと待って。じゃーん。はい、ということでこちらがイカチヂミです。イカチヂミが300円で見てほら。오징어해물종300원3000원근데大きさが見て直径30センチ超えって感じで、ソウルと違うのがつけて食べるのが醤油じゃなくてなんか透明なんだろう食べてみたいと思います。いただきます。このソースなんだろう、唐辛子のなんかソースなんだけど、え、美味しいわ。海鮮の香りが、風味がすごい。ね、このソースがね、なんか酸っぱいんだよね。お酢に唐辛子が入ってる感じ。ピリ辛でね、美味しい。この白いのが全部オジンオです。イカがめっちゃ入ってるのに300円。なんか今日ちょっと小雨っていうか雨が一日中降ってるんですけど、韓国では雨降る日にはなんかチヂミ食べるみたいなのがあって、その理由が結構諸説あって、なんか雨がこう落ちる音がチヂミを焼くこうチっていう音に似てるから、雨の日はチヂミっていう説とかもあるんだけど、私が昔韓国料理屋さんでバイトしてる時にその厨房のおばちゃんに聞いたのは、雨が降ると外に買い物行くのめんどくさいから、チヂミって冷蔵庫にあるものを適当にこう切って種に混ぜて焼けば何でもチヂミになるから、雨の日買い物に出かけなくてチヂミを作ることから生まれた雨の日はチヂミってやつらしい。私的にはそのめんどくさい説が濃厚だと思う。아저가지고있었어요무엇좀하나줄까요아예아니감사합니다화장님같이벗고하라고했던게아네네있었어요감사합니다 짠아노2個目の、おむのお店のおじさんが、私がトイレ行こうと思って走ってたら、あがしあがしって言われて、トイレ行くんでしょ、荷物持ってってあげるよとか言って、私があの今日の夜ご飯でお持ち帰りしたものがあったから、食べ物ねトイレに持っていくのは良くないということで、おじさんがこれ預かっててくれました。さっき見せた通りなんですけど、割とね綺麗ではないです。そしてトイレに紙がないので、韓国ではこういう場合が結構あるので、ポケットティッシュとかウェットティッシュは持ってることをおすすめします。はい、ということでここがね、ヨスのソシジャンっていう超ローカルな、割と有名な市場なんですけれども、規模的にはそんなに大きくないです。てかかなり小さい市場かな。食べ歩きってよりも座って食べるような食べ物が多い、屋台的な。ということで今回は毎回恒例地方の市場巡り、ヨスのソシジャンでの食べ歩き動画でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지. 화이팅!